クラシカジャパン1月、リッカルド・ムーティとローマ歌劇場。10日はイタリア人にとって特別なオペラをムーティが指揮した珠玉のナブッコ。11日はムーティがナブッコの魅力を伝授する貴重な講演会。クラシカジャパン1月、リッカルド・ムーティとローマ歌劇場。